ないぞ。許さない。
そろ来ると思ってたよ、キリュウカズマ。12年ぶりか。ラウカーロ、なんでお前まで。島野さんに頼まれてね。なかなかでかいビジネスだ。俺はそういうのに鼻が利くんだよ。お前も100億を。お前らはこの娘の本当の価値を分かっちゃいない。島野にしてもそうだ。日本の極道っていうのは本当に頭が悪い。ペンダントはどうした？とっくに売りさばいたよ。錦山にね。ドケチな島野には売れんよ。だったらもうその子には用はないだろ。逆だ。俺たちにはこの娘さえいれば十分。何？どういう意味だ？おしゃべりはここまでにしよう。俺は力でジャカをのし上がった男だ。キナ、マフィアの怖さを思い知らせてやる。お前は処分する。まだまだ。
ありがとう。桐生一馬、誘拐の現行犯として逮捕する。なんで誘拐になるんだ、須藤。お前だって見たろ、あの子はあいつに誘拐されたんじゃねえ。何度言われても同じですよ、伊達さん。何？何があろうと桐生の釈放はありません。伊達さん、だから言ったじゃないですか、手を引けって。では。はるか、はるか。おじさん。お前。ごめんね、おじさん。こんなことになっちゃって。私本当はおじさんと一緒にいたかった。だけどこれ以上おじさんに迷惑かけちゃいけないと思って。バカだな、お前は。俺が迷惑してるって思っていたのか。